はい、今回紹介したいのはこれです。ダイソーで買ってきた時計付きのキッチンタイマーです。300円でした。カウントアップカウントダウンできて、リピート機能、そして磁石スタンド付きとなってます。使用電池は単4系が1本、電池は別売りです。このような感じでサイドで設定をするようです。数字が10の倍数進んだり、数字が5の倍数進む、数字が1つずつ進むとなってます。電池の交換方法、マイナスの方向から入れてプラスの方向から出しますとなってます。では早速開けたいと思います。はい、手のひらサイズでとっても小さくて軽いです。ではまず一周、マグネット式です。そしてしこんな感じでマグネットとスタンド付きです。スタンド付きで斜めからも見やすくなってます。では電池を入れてみたいと思います。では単4電池をマイナスの方向から入れます。ではまず時計を合わせてみたいと思います。まずはこちらのスタートストップボタンを長押しします。点滅したら時間ボタンで横のメモリが位置に合わせたいと思います。時間で10時、 M で分を合わせて、はい、これで時刻の設定は完了です。そしてメモリを10に合わせると数字が10の倍数進みます。この時間のボタンを一緒に押します。もう一度してみます。はい、設定したらスタート。ストップ。リセットはこのボタンを同時に押します。では次にスタート。0からスタートボタンを押すとカウントアップしていきます。このタイマーをリセットしたいときにカウントダウンしている状態でボタンを押しても何も変わりません。ストップのボタンを押して両方のボタンをダブル押しするとリセットできます。では次にメモリを5の倍数に合わせます。
はい、こんな感じで5時間のカウントダウンもできるようです。一度5秒に設定してどんな音か鳴らしてみようと思います。ということはタイマーを6時間後に合わせておくと目覚まし時計にもなりそうです。で、磁石なのでマグネットがついているので冷蔵庫の横にもペタッとくっつけれます。置いてもくっつけても使える時計付きのキッチンタイマー、とっても便利に使えそうです。今日は簡単ですがダイソーで買ってきた時計付きのキッチンタイマーの紹介でした。過去の動画でも100均の便利グッズをたくさん紹介しています。そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。